皆さんこんにちは。2021年プレミアム合格フルコースの全貌というですねタイトルでお話しさせていただきます、えー。レック専任講師の水野と申します。どうぞよろしくお願いします。それをですね、まあ、これレックの完全に宣伝の動画なんですが。 今年、まあ今年で2021年ですがね、えー、合格向けに出していますですね、これパンフレットございますね。で、これ選べる学習スタイルという、まあかなりね、バリエーションにとってね、あの様々なね、講座が、あの、コースがあるんですよ。どれ選べばいいの何やりゃいいのっていうね、ちょっと分かりづらいところもあるかもしれないので、まあおすすめのところをピックアップしてね、今日はね、重点的にお話しします。で、まあこれね、まあ見ていただいてね、うん、レックのね、まあ、シリーズが出てるんですが、まあ魅力だなんとかっていうところはね、えー、まあここら辺も役に 立つ内容これレックの宣伝なんですけどあのこれから皆さんが取引士合格して、ね、そしてどうやって取引士になるかなんていうそういうねあの流れもあるんでね、まあ、是非ねちょっと興味持って試験に出るところもあるんですよこの講習登録事務講習受けなきゃ2年の事務経験なきゃダメですよけどね、うん、そこら辺も参考にしていただいて、まあ、講師陣のね、えー、えーまあなんかプロフィールとかもあったりしてそこはまあちょっと割愛させていただいてはい出ました。10ページ目 さささあ皆さん見てくださいプレミアム合格フルコースで何はともあれこのレックの一番のメインの期間講座というメインの講座はこのプレフルと呼ばれるプレミアム合格フルコースでございます。それ以外にパーフェクト合格とか様々ありますがこれあのコースにちょっともうここはもう外しちゃえっていうね、うん、短縮バージョンとかあとはちょっと別の講座もありますが、うん、どうも何はともあれレックのメインの講座このプレミアム合格フルコースです。 じゃ、あそのプレミアム合格フローゴスというまあ合格をするために、もう全てが詰め込まれたものにどんなものがあるのかというお話をしてまいります。はい、まずはスーパー合格講座34回ありますかね？34回2時間半が34回結構な時間ですよね。うん、じゃ、あこの結構な時間ある。このプレミアム合格講座のスーパー合格講座で何をするかですが、インプット。インプット。 と赤の上だから全然見えませんね。うん、インプット知識を入れる作業です。で、まあもちろん覚えるもそうですがで、まずは理解なんですよ。で、やっぱりこの独学との違いは、その書いてあることそのまま覚える、覚える、ひたすら覚える。これやっぱ他県試験、うん、難しいですねそれだと。あのもちろんね、やっぱりね世の中にはね頭のいい人大天才みたいなのがいるんですよね。そうするともう本読んで覚えて。 もうとにかくできちゃうっていうそういう人もいるけどやっぱりねなかなか本読んでで、ね、それを丸覚えして問題解いてできるような試験ではなくなってきてますだからまずはちゃんと理解をしてえそして頭に入れる要はただ覚えるんじゃなくて理解をしてなんでそうなるかというあとね民法という法律があるんですけどこれね暗記じゃないですねもちろん覚えなきゃいけないこともあるんですがやっぱ考え方なんですよリーガルマインドって読んでます 要は法律の知識がゼロだとしてもちゃんと法律の知識を考え方を身につけてそして覚ええてててなくても現場で考えてで考きるるようにするこれ目標でございます、うん、これ合格スーパー合格講座というのでこれね本屋さんにも売ってるテキストなんですけどこの「デルジュン卓研史合格テキスト」そして「ウォーク文学問題集」こちらインプットのテキストこれ問題集を使いながら丁寧に見ていこうというのがスーパー合格講座です。 いや、これあのスーパー合格って例えば昨年もやりました。え、これ2回目やってもね。うん。無駄にならないですね。あとこれ例えばね。昨年悔しい思いした。あと2点だったんですよ。1点だったんですよ。よえ、3点だったんですよ。点数がほんのちょっと足りないと言ってもこれね。本当にその点取る実力があったんですか。って話なんです。これでね。合格点、今の段階でまだわかんないんですよ。 で、わかんないんだけど、例えば一点差で落ちたっていう、え、一点差だけど、翌年だったら三点低かった。要は昨年一点差で落ちたけど、え、今年三点低かった。え。これ、去年より実力落ちてんじゃん。違うんです。たまたまだったんです。これね、あの、本当、あの、一点、だいたい合格点から五点ぐらいの差だと。もうある程度実力があると勘違いしてる。 うわ失礼な言い方しちゃいますね勘違いってねでも勘違いしてる本当なんですよあのたまたま取れるところもあるんでねうんうんで1点差まで来たのかもしれないうんんうんで来てたらいやこれ普通じゃまたまた1からちゃんとベース作りなさってもまずいですよ結局ね合格しなかったというのはどっか土台が崩れてるんですよもう一度1からしっかり土台を組み直してやるという点でどんな どんなに実力があると思っても1点とか2点差なんて実力あるはずなんですよそれでもどっか違うところが何かが崩れてんじゃないかって見直しにはいい講座です。インプット34回ありますえ結構時間数長いですすすががそれだけ価値があると思うんで,すでですこのスーパー合格講座をやって分野別これだけ演習総まとめ3回と。何回と。これ通学ないんですけど通信だけなんですけど。権利業法制限免除と で権利業法制限って大きく3分野に分かれると思ってください。権利関係終わったらちゃんとスーパーの内容ができたかどうか1回やります。宅建業法8回スーパーやりましたスーパー合格講座やりました1回やります。業法で宅建業法で法令上の制限やりました法令上制限で1回やります。権利業法制限1回ずつですね。はい、スーパーの内容がちゃんと理解できたかどうかの、まあ、確認の演習講座ですね。うん、というのが各 分野1時間やって講義2時間半でまあ解説ね聞いてちゃんとご自身の定着度をチェックするというねそれがこのこれだけ演習総まとめ講座っていいます。はい、で実際本格的に演習はまあスーパー終わってマスター演習ってなります。マスター演習講座でこれ権利業法制限全部終わってからマスター 演習講座に行くのもありだし権利14回終わってじゃあマスター入ろうえっ行8回終わったからマスター行こうっていうやり方もこれスケジュール合えばね、えー、これあのどういう風に会話聞いいに聞ても大丈夫ですだから実はね早く申し込んだ方がね有利なんですよ早く申し込んだ方がえこのスケジュール立てやすいんですよ。これギリギリだとねもうここしかマスターないもうここしかないもうここ行くしかないとかねなっちゃうんでねあのツめツめになっちゃうんで。 で値段変わらないんだったら早いうちからやった方がいいんじゃないですかって話です。だからスーパー合格講座、はい、マスター演習講座。ええ。まあ講座を組み立てるのはまあ皆さん次第でございます。とりあえずスーパー合格講座はインプットアウトプットって言います。演習はアウトプットアウトプット。ただインプットはい覚えるアウトプット問題やるって完全に分断しないでこの,このスーパー合格講座でも過去問集ですね。僕も過去 見ながらやりますどんな問題が出てるのかって意識しながらインプットやるのは大事なことなんですあのこれねよくね卓球試験って過去問をやるって言うじゃないですかその通りですただ過去問をやるって言うので一番失敗パターンはこの過去問集を覚えちゃおうとするんですよあの繰り返しやるって言うとね正解番号を覚えちゃうんですねで正解番号を覚えちゃうと何回やっても当たるんですよでも全然実力が入ってないという だからあのー、例えば独学とかでね結局過去問だから最初から過去問やろうって過去問をもう何も分かりもしないで内容分かりもしないで答えだけ覚えていくじゃないですか、うん、全部覚えても多分合格もいかないと思うんですよちゃんと理解したないと車の免許とか原チャリの免許と違うんですよ同じ問題同じ枝同じ聞き方でやらないんですよ2度3度も,もう違う言い方出てくるんですよだからちゃんと理解しなきゃいけないだから過去問を早くからトライする過去問意識するのは絶対。 に大事です、えー、早い時からだって過去問はこの試験で大事な問題だから過去出てんだだからこれからも出るんだとその認識ですよ過去出ちゃったからもう出ないだろうっていうこれは思考回路おかしいです、えー、過去問をちゃんと意識しながら過去問に出ている論点ポイントを過去問で勉強していく 大事な話な話んですよだから過去問というのを意識しながらインプットスーパーパ講座やりますでもそれがちゃんと知識を定着したかどうかマスター演習講座というのでアウトプットしながら確認していくというこんな作業です。うん、じゃあ次は出た順必勝そのまどめこれはあの学校によってね始まる期日と違いますがだいたい8月の中旬ぐらいから9月の終わりまあ遅いと10月の最初の週ぐらいにもかかりますがその辺りで。 軽く比べて出てるのがこのデータ必総まとめです全部4回ずつなんですが何やんのとこれはねアウトインだと思ってくださいアウトインとインプットやりましたねアウトプットやりましたねしたらこの演習総まとめっていうのはデータ順必勝総まとめっていうのは問題あるんですよで問題やってそれをまとめる。 だただのねその問題の解説講義ではなくて問題からあこういうポイントも押さえておいてねっていう図表集というのを使いながらでこの図表集がなかなか優れもんでねすごくまとまってます文字だけでえ覚えるポイント集にはもってこいのやつがあるんですけどそれ使いながらね問題やってはいこんな知識がありましたってまとめていくアウトプットからインだからインしてアウトしてアウトしてそこからまたインするっていうね逆の作業をやる今までそれがデータ順の必勝総まとめ講座って言います はいじゃあ過去問を分野別に総まとめしてそしてポイントも見ていくっていう講座ですでちょうどその頃から模試が始まるんですよで模擬試験というのはですかやっぱりね受けるべきなんですあのもし受けなくても合格したっていう人はいらっしゃいますよただやっぱりね模擬試験でね予考演習が型ら受けた方がいいですよ50問2時間っていうあの意外と2時間ってで長いんですよ模試だと。 うん模試だと全然時間余るよみたいな感じだけど本試験って慎重なるから時間うわ足りなかった足りなくなっちゃったこれね実力がある人が残念ながらっていうパターンは時間配分ですほとんどがいやー卓研業法で1時間使っちゃったよとまあ業法で1時間使ったらその年は無理ですね、えー、もう時間取りすぎです要はどこにどれぐらい時間捉えるべか うんこれはまあ人によって違いますけどねうんやっぱりその時間配分なんかをちゃんと考えて模試で挑んであ、こんな感じかとその予後演習でやるっていう点がまず模試にありますで、あともう一点この模試には大事な要素があって自分の今の立ち位置要は自分の苦手な分野苦手なポイントがどこなのかをあぶり出すのに模試が大事なんですでここでね模擬試験っていうのをなんかね点数取るためのね うん、その舞台みたいな点数取るために模試を受けるっていうこういう感覚になる方はいらっしゃいますが、うん、それはそれでねその模試でいい点取りたいから頑張って勉強するっていうのは、まあ、目標としてあるのは悪いことじゃないですがはっきり言って要領悪いですね。うん、あの模試でいい点取ってもすすすごいいいねでででででななんですよ、うんよよ言方悪けども40点オーバーの方はずっと40点オーバーでしたでも本試験落ちちゃいました全然珍しくないんですよ。 これね模擬試験でいい点取ると何ですかねまずなんか「模試で運使い果たしたんですかね。運じゃないと思うけど模擬試験でいい点取るといい点取るから復習するところが難問ばっかなんですよ。その難問ばっか直前期やるからだから本試験の時にスパーンと忘れてね、うん、できなくなっちゃうというそういうパターンなんですねおそらく一番多いのが。だから模擬試験で点数を取るなんていうのは私はね価値として全くないんです。模試は模試試試はなんです本試験が勝負なんね でも模試はやっぱ受けた方がいい。それはなぜなら本気で模試を受ける。そうするる。と弱点が見えるうわまだ卓研業法できてると思ったらできてないなとかね、うん、ああ権利関係でも賃貸借借着下法は絶対やんなきゃいけないっていうのに2問とも今回落としてるもっとやんなきゃだと自分のね苦手な分野苦手なポイント取らなきゃいけないのにだから正当率が出るんですよ。でみんなが取れてる6割とか取れてるのに落としたそういう問題全力で復習なんですよ。 うん、逆にうわ超難しいなと思って正答率見たら20何パーあみんんななもできないいいだ捨てていいとかなんですよ要はどういう問題を捨てていいのかどういう問題を捨てちゃダメなのかをちゃんとデータで分かるようにするのがだからこの模試は、はいまあ、レックだとね基礎編2回事実性編3回ファイナル回ちょっとずいぶん多いですけどね、うん、これ、まあ、基本的に回路組入れてます。 えでは模擬試験で苦手論点を修正して、そして最後直前対策ポイント300これ大きい多いね万の知識よりもえ確実な300の知識の方が武器になりますあの一万知識があやふやにあっても現場試験の会場行ったら武器になりませんだってあやふやな知識は知らないのと同じなんですよもうよく出るところ確実にしとくだけでもそれだけでも力になるまあ300個で 合格レベルに行るような甘い試験では今ないですけどねでも直前期に大丈夫ですかここ大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですかって300ここしっかりと潰すっていうのは大事なんです直前講座のその1 2つ目出るとこ大予想会これ模擬試験って予想問題で作るけどでも予想じゃないんですよちゃんとポイントぶらして、ね、今年出ないだろうな出る確率低いだろうなっていうところも潰すために全部出してるんですようんあとは模擬試験というのは 本試験と同じように特に実践編とかファイナルは本試験と同じように作りますから超難問出すんですすすよよ絶対これででできねえだろって問題出すんですよであのおそらく試験というものに慣れてない方は出た問題は全部解くべきっていうそういう価値観の方多いでしょうね。えー、これね学校小学校とか中学校とかねその中間テストとかそういう定期テストと同じノリですその感覚は。学校ででやったこととちゃんとできてんかお前らって、ね マンテッドって当たり目だろうっていうのが定期テストなんですよところが資格というのの試験というのはやっぱり振り落とす場面もあってみんなができねえだろうどうにもなんねえだろうっていう問題も出すんですだいたい合格点はえ、30点から35点ぐらいの間でこれねあのー、合格点出すのが一番ねあのー、実力測れるんですっやっぱりあのちょっと簡単でやりやすい問題で38、39合格とかだとこれあのー あのケアススミスだよね実力あってもね当日の緊張感のあまりでパタパタって落としてねそれで受かんなくなっちゃう人もいるで逆に20点台で合格決着だと運がいいやつが受かっちゃったりするんで、ね、うんだから6割7割にね合格ラインになるようにするのが問題の調整としては一番いいということで難しい長男も出すんですよ。だけどこの出るとこ大予想会はみんな予想問題みんな出るレベルえ要は取れなきゃいけないレベルで出してる予想問題です。 うん、だから全部ね復習のね価値がある問題ばっかでやるんですよ。あとはとにかく6手アップ私一番のおすすめの講座です。前日やるんですこれ。前日。うん、で前日2回といっても2時間2時間で前日だけでやるんですが、まあ、通信だとねもっと前から聞いていいけど私、まあ、毎年これね収録やらせていただいてますけどね前日がいいです。もうね当たり前のことできなきゃいけない問題ばっかりもうガンガン出るところばっかりやります。大丈夫大丈夫大丈夫と。 前日ねこれでね意識しながらやることによって上げ上げな気持ちで「よーしいけるぜ!」っていう気分でいけるんですよ。これね前日やったら難しいことやって泣えてねいくのとえ「よしできる!」っていう気分で上げ上げな感じでいくのともう点数変わってきます。6点どころじゃないです。おそらくやる気満ちて、ね、自信持って受けれるとえ実力以上の力が発揮できる方も多いです。逆にもうダメかもってなると間違いなく実力より下の結果が出てきます。まあ、トータルで10点ぐららい差はつく可能性がありますから だから前日ねこの得点アップで最後仕上げてえ、まあ、4時間で終わるんでねそれ以外の時間はご自身のやるべきこと課題を決めて前日しっかりやっていただいてそして合格という流れでございますとにかく前日までケアをしているフルでパックになったのはプレミアム合格フルコースというコースでございます、はいまあ、それがねちょっと減っちゃったりとかいうのが他のパーフェクト合格コースとかなんで まあできればねこのプレミア合格フルコースですねご受講をいただいて2021年のね合格目指して一緒に我々がねレックがお手伝いできれば幸いでございます以上でございますはいま講座の説明フルコースの全貌ということでねお話しさせていただきましたかねえご清聴ありがとうございましたそれでは皆さん卓球試験頑張ってくださいそれではあのプレミア合格フルコースの全貌というタイトルでお話しさせていただきました皆さんお疲れ様でした